こんにちは、みなみです。はい、今回はですねクローゼットの紹介をしたいと思うんですけど、すごいいろんな色のボックスとかがあるので、今統一感がなくてハンガーとかもなんか青とかピンクとかいっぱいあるので、今回はダイソーさんでこんなにいっぱい白とかでね統一したボックスとかを買ったので、使いやすくもなるし見た目も綺麗にねこう統一されるように、今からクローゼットをイメチェンしていきます。こんなにいっぱいあるからね、特にハンガーがめっちゃ重いもんだって、もう破けてるもん、ほら。じゃあね、早速頑張って綺麗にしていきたいと思います。それではスタート。未公開だったクローゼットをオープンします。3、2、1、どうぞ。じゃーん。あー、なるほどね。上にもちょっとあるんですけど、映せますでしょうか。はいはい、上ですね。じゃらーん。こんな感じ。あー、統一感がないですね。結構バラバラなんですよ。紙袋にそのまま入ってますね。そう言ってるんです。前までクローゼットを気にしたことなかったんですけど、ふと思ったので思いついた動画にしたいと思います。分厚いアウターとかはすごくかさばるので、ママたちの部屋の大きいクローゼットに全てかかってます。で、薄いねこういう上着はここにかけてます。見てください、このハンガーの色。はい、見事にバラバラ。まずここが薄いアウター。ここブラウスとかシャツ系畳むとシワが。あー、なるほどね。だからってママが言った。だって畳むの下手っぴなんだもん。そうだよ。シャツが何枚かあって、中に着るレースだったり、外に着るこういうねスケールとかがあります。このハンガーが出てきちゃう。昔ね、レーネとミミとサータンの3人で色分けして、あーしてた、ね、だから子供用のあのちっちゃいハンガーなの。はい、そしてここがニット。ニットはここにね入れるとめっちゃかさばるので、ママにこうやって綺麗に畳んでかけてもらいました。どうなってるかというと、こんな感じでまず脇のところに挟みます。そしてここ袖ね、そうこういう感じ。そう、こうすると薄いし、しかもハンガーに普通にかけるとここの肩の部分がビヨーンってハンガーのここの形に伸びちゃうから、着た時にね、そう肩からビヨンって角が、ちっちゃい角が生えちゃうから。次、ここがワンピース系で長い、あ、これは見覚えがあるでしょうか。じゃん。これはね、ウィゴーさんで春色コーデの時の動画で買ったやつです。はい、こちらベルトのこのハンガーはダイソーさんで、前にネーネとね YouTube で10個紹介するやつで買ったハンガーを早速使ってますね。この S 字のね長いフックに、こういうね太いやつって輪っかとかがないんですよ。だからこっちに S 字フックでかけます。こっちにはね、本当の制服じゃないんですけど、このリボンをかけてます。本当の制服は今はね退場中なのでいないんですけど、ここにいつもかかってます。ここは終わりですね。チェスト2個並べて、その上には新しい服ですね。これは次の撮影で使うので取りやすいようにここに置きました。ここにはね、薄いニットの長袖だったりノースリーブだったり、ここにチャックがあるインナーとかがあります。ここのトレーナーはあんま見えないんですけど、大きくて入んなかったのでここに置きました。ここにはフードなしのトレーナーとかロンティーが入ってます。こっちがフードありのパーカーで、ここがトレーナー、ハンストとかが入ってますね。ここは夏物です。結構入ってるね。パンパンデニムのパンツです。でこれはねちょっとコーデュロイの最近買った H&M のお気に入りのスポーツです。でここがロングスカートです。ロングスカートはすごい大好きでいっぱいあります。こちらはミニスカートです。あとはこっちはハーフパンツ。で最後がサロペットが2色と、あとこれもサロペット的なちょっとおしゃれなやつで、これが宣材写真を撮った時の大人っぽいワンピース。そうここはラインパンツとか入ってます。おー、ちょっとねこの間もっと締め片付けたんでね。そっから汚れてるかと思ったら結構現状維持してるね。セットアップはハンガーで一緒にしてます。この例えば 17kg のやつは中にスカートが入ってます。上はなんだ、夏物かな、なんなんだあれは。ちっちゃくなっちゃったやつとか、ルイカに送る用の
でもまだレイカにはちょっと大きいとか。そうそうそう、中途半端なやつはそこに入れます。そしてここがですね、このねボックスの色よ。青いカゴにはタオルとかハンカチとかが入ってますね。その下がこっちが学校用の靴下で、こっちが普段に履くような靴下です。ここをねめっちゃ買いたい、だから今日はボックスを買いました。あ、そうなんだ。なので早速チェンジしていきたいと思います。はい、じゃあまずはハンガーをね50本ほど買ってきました。まあそれぐらいあるよね。うん、ある。この色が全部買っちゃったのね、24本。そしてちょっとね黒いんですが、気にしないでくださいっていう色、交互とかにやっちゃうとバラバラに見えるので、うん、こっちは白、こっちは黒みたいな。これで、まあ、ほぼ50本ですね。じゃあとりあえずハンガーをねかけ直していきます。左についてるこの紙を全部外していきます。紙を取り終わってここにハンガーを置きましたので、今から気合を入れてやっていきたいと思います。白はニット類にかけたいと思います。特に意味はないけど、これは黒、長くなりそうだ。これね滑り止めがついてるから落ちない。じゃあさ、ニット類ちょっとママにちょうだいよ。やったね。しょうがないから手伝ってあげようじゃないか。そう、ニットね私苦手なのでいい。じゃあニットよろしくお願いします。あ、声が。ちょっとさ、これ一回話そう。余裕を持たせてからやった方がいいよ。あ、そのさ、ソニャナラさんのハンガー使わないんだったらママにちょうだいよ。それ、あ、そうじゃん。滑り止めちゃんとついてるからね。いいよ。でもさ、結構さ、ママのところにあるやつもあるよね、みんな。そう、ママのところにあってもこっちにあっても結局みんなで使うから、みんなでね、ほぼ着てます。アウターとかなんかさ、ミミがママの着たりするし、普通にママもミミの着るし、その辺はいいよね、なんか。うん、ママが小さいからね。ちょっとママに渡します。これは H&M さんのパンツがあるんですけど、畳むとシワになりやすいので、ニットと同じようにぶら下げてます。これも可愛いよ。この間さ、南チャンネルを撮り聞きしてるかみたいな。そうそう、トップ10のやつですね。5位になってましたね。あ、ほら、これホッピングのネーネーが獲得したやつなのに、一回ミミが借りてもミミの方に来てるね。そこに来てます。レース類だけですね。はい、じゃあ一気にちょっとやっちゃいますか。はい、バイバイ。はい、できました。全然さっきより綺麗なんだけど。本当だ。そしてなんと余ったハンガーの数3本。おお、すごいね。服が増えたらかけたいと思います。さっき紹介し忘れちゃったやつがあるんですけど、はい、こちらなんかね、すごい背骨みたいな。うんうん、そうだね。この穴にね、通せるんですけど、場所取らないからいいよね。そう、長いもの系をかけました。そしてですね、さっきの S 字フックがちょっとね古かったので、今日違う用で買った S 字フックをかけてみました。そしてそれをベルト用のハンガーのリボン側の方にかけました。いいじゃん。めっちゃいい。次はですね、こことか、あと下とかをやっていきたいと思います。まずここの部分、この箱を2つ重ねるように買いました。いいじゃん。お、次ここですね。ちょうどいい高さなんじゃないかぐらいの箱も買いました。よくない？おお、これを2つ買いました。あ、ちょうどセーターの下にね。そう。おお。これはね、蓋があるので、今回は下に置きますね。200円なんだ、安くない？そう、こんなに大きいし、しっかりしてる。うん。しかもこのシールがさ、全然綺麗に剥がせる。綺麗に剥がせるね。めっちゃいいんだけど。いいじゃん。で、この中に服を
入れるんですが、先にね靴下とタオルを詰め替えたいと思います。靴下ちょっと足りなさそうだね。もう一個あった方が良かったんじゃない？私服用の靴下と、あ、分ける、うん、学校用の靴下。とりあえずこれはベッドの方の引き出しに入れちゃいます。あ、横も入るよ。横も行けばいいかな。あんまりね、このねサイズとか気にしてなかったけど、運が良かったですね。気にしろ。ここに服をインします。これさ、1個でも足りたけど、ママが洗濯してそこに入れるから、後で自分で分ければよくない？いいね。こっちはママが洗濯した後に入れるようにします。ここから下が完成しました。おめでとう。じゃあね、最後のラスボス感もここね、上をね、じゃじゃん。おう、なんでそれは？こちらはこういうね、服が入れられる。これ白がなかったから白に近い色を選びました。これ400円だよ。じゃん、しかもめっちゃしっかりしてる。うん、しかも結構入りそう。チェックあります。これを2個、ほうほう。じゃあそこの何が入ってるかわからないやつを出しますか。はい。ついでにルイコにバトンタッチするお洋服も分けたいと思います。これは今日はそのままにしておいて、また今度これも買います。こっちは全部ニットですね。やっぱりかさばるからここに入れたんだよ。じゃあね、こっちは全部冬物にしたいと思います。でもう一個の方を夏物。終わりました。すごくない？辛いです。一緒に沖縄行ったゆなちゃんのね、誕生日プレゼントにもらいました。ありがとう。懐かしい服がたくさん。つい最近まで1個だったんだよね、チェストが。これね、それまでは下に置いてたりとかもしちゃったもんね。そうそうそう。どうする、これめっちゃ入るけど、ちょっとここがパンパンなのでこっちに移したいと思います。よし、じゃあこれだと上にやりますね。こんな感じでママが入れてくれたので、ラストは自分で、これマジの最後だから自分でやります。届く？うん。どうだ。紺色のやつが、うん、小学校のアルバムとか工作したものとかが入ってるので、思い出ということでそこに残してあります。でランドセルもね、捨てたくないのでここにあります。あとここに前あった全身鏡、綺麗になったのでここに置いてます。こうやって、じゃあ部屋広く感じるね。そう、いっちゃん、いっちゃん一回全部をこうバーッと崩していきます。え、結構いい感じだよ。よくない？いいじゃん。はい、完成しました。時間かかったけど出来が結構いいので嬉しいですね。いいね、見てて気持ちがいいよ、うん、ここから汚れていくのを避けましょうね。でなんとこれ全てダイソーさんなので、すごい安く収まったかなと思います。そうだね、全部買えたからね。そうそうそう、ちょっとかかっちゃったけど、うん、もう多分こんな買うことはないからね。そうだね、めっちゃ良くない？いいね、お店屋さんみたい。買ったところ言いますね。まずハンガーの色、あんなにバラバラだった赤、黄色、青、ピンク、こんな風に自分でやってて笑ってて途中でやめるなよ。綺麗になった、なりましたね。そしてここ、さっきはなんかこう服がポンって感じだったけど、こんな感じ、うん、あと上ですね。ちょっとパッと目向けた時に綺麗かなと思います。もう一個あれを買いたいと思います。しかもぴったりじゃない、横が、うん、気分がいいよね、うん、どれ着ようかなみたいな、今日は何しようかなビンビンビンみたいな。今回はクローゼットの簡単な紹介とクローゼットを統一してみました。すごくね、楽しかったですね。しかも出来がめっちゃいいので満足です。参考になるかわかんないんですけど、こういうハンガーのね掛け方とかニットの掛け方とかもぜひ真似してくれたら嬉しいです。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。それではバイバーイ。バイバイ。バイバイ。